はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、えー、実際にあった質問を元に作成ということで、あなたはどっち派どっちのカードでしょうということでやっていきたいと思います。パート16になりますね。はい。ということで、今回もね、実際に視聴者の方から僕の元に届いた質問を元に、えー、作成をしまして、 えー、もしかしたらね、同じ悩みを持っている人が、僕の動画を見てくれている方の中にね、いるんじゃないかなというところで、えー、まあ、共有していこうかなというところでね、はい、こちらの動画やっておりますけれども、まあ、前回はね、ちょっと特別編ということで、えー、TS を扱っていきましたが、今回からまたね、戻していきたいなと思います。えー、パート16ということで、えー、ルキアン選手と、柳選手と、また杉岡選手が並んでますというね、はい、まあ、どこもね、大事なポジションの選手たちなので、悩むことは確かに必須なのかなと、 思いますね。はい。まあ、やっぱり J クラーってね、誰を使うか、まあ、もしくはどのポジションで使うかとか、まあ、いろいろありますけどね。まあ、今回はどの、えー、だ、どっちを使うかというね、ところに絞ってね、えー、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ということで、早速ね、まあ、やっていきたいと思うんですけれども、じゃあ、まず、えー、パート1、一つ、一比べまから、人、一 <laughs> 比べ目からいきたいと思います。じゃあ、まず、一つ目の、えー、議題見ていきましょう。こちらです。 はい。左がフォーカスドプレイヤー第1弾。これ2023のルキアン選手です。で、右がレギュラー2022のルキアン選手。これどっちがいいですかという質問が来ましたので、これについてお答えしていこうかなと思います。はい。まずね、じゃあ選手カード同士を比べていきたいんですけれども、まずグレードは86と90なので、レギュラー2022の方がグレードは高いです。4高いですね。でタイプはスピードタイプで一緒です。 で、えー、総合力。まあ、ステータスちょっとね、比べていきたいんですけれども、総合力は若干ね、やっぱね、年度が新しいということでね、はい、えー、今の、まあ、このフォーカスドプレイヤー第1弾の方のルキアン選手のが、えー、100ぐらいかな。100もないね、70ぐらいかな。高くなっております。で、肝心のね、オフェンス値に関しては、えー、フォーカスドプレイヤーが1484。対して、えー、去年のレギュラーが1216ということで、だいぶ開きがありまして、270ぐらいね、開いてしまってます。 まあただ他のステータスに関しては、えー、去年のレギュラーの方がちょっと高めになってまして、まあ、スピードで言うとね、はい、まあ100ぐらい差がありますし、パワーでもね50とか、まあ、テクニック値でもまあ若干上だったりとか、まあ、スタミナ値でもそんなに大きな差はないね。うん。だからまあオフェンスで270ぐらい、270ぐらい上回ってる分を、まあ、他にね、まあ、100引いて170ぐらいかな。を、えー、まあ、このレギュラーの方のね、各ステータスが、えー、上回ってるって感じがしますね。はい。 で、えー、スキル構成なんですけれども、えー、フォーカスドプレイヤーの方が1次元コントロールシュートスピードドリブル。で、たや、レギュラーの方が1次元エースストライカー、スピードドリブル。なので、エースストライカーとコントロールシュートの差になってます。で、あとは、えー、チームスキルは、えー A、スキルの方かな。フォーカスドプレイヤーの A スキルが、えー、フォワードの全パラ2、ニパーアップね。 で、型やレギュラーの方はスピード強化 B ということで、フォワードのスピード2.7パアップなので、これはま正直ね、フォーカスドプレイヤーの方がいいと言えるでしょう。で、ボナ戦はテクニックとパワーなので、まあこれもね、まあどっちもどっちかな。ただまあストライカータイプであるので、パワー上がってた方がもしかしたらいいのかもしれません。ということで。 えー、見ていったんですけれども、まあ、これはね、結構ね、簡単じちゃ簡単かもしれませんね。まあ、やっぱりオフェチ比べたとき270ぐらい差があるというところが、やっぱりでかいというところと、あとはま、スキル構成見てもコントロールシュートとエースストライカー、まあ、どっちがいいというのはちょっと難しいんですけど、ま、あコントロールシュートも別に悪くないんで、まあ、ここはそんなに差がないと思っていいと思いますので、まあ、やっぱり能力値をね、はい、えー、優先して、これはフォーカスドプレイヤー第1弾が優勢と言っていいんじゃないかなと思います。 まあ、あとは特にね、そんなに他にも、うん、まあタイプ別とかの関係もないし、まあ今回ね、今年しかもあの、ブーストプラスついてるんで、まあお気に入りクラブとかでね、アビスパーとかね、まあジュビロとか、まあそういった加工所属のところとかもね、えー、つけてる人に関しては絶対そっちの方がいいの、いいと思うので、まあそれも入れるとね、ちょっと今年の方がやっぱり有利かなと思います。 まあどっちも異次元でね、まあいいカードにはなってるんですけれども、やっぱりね、まあレギュラーというところがありますからね、去年の分はね、なかなかちょっとオフェチが上がりきってないので、まあやっぱりここは無難にフォーカスのブレーダー1弾を使ってほしいなと思います。まあこういうシンプルなね、悩みですけどね、意外とまあこうやってちゃんと見比べることによってね、どっちがいいのかというのはしっかり分かっていくので、はい、今回ね、見比べてみました。まあよかったらね、参考にしてみてください。では続きまして、えー、2パターン目見ていきましょう。こちらです。 はい、えー。こちらは左が、えー、ガーディアン2023の柳選手。で、片や、えー、右が、えー、ガーディアン2022の小柳選手。さあ、これを、えー、ボランチで使う場合にどちらがいいでしょうかという質問が来ましたので、これはお答えしていこうかなと思います。じゃあ、まず、えー、ステータスとをね、比べていきたいんですが、カードのね、比較していきたいんですが、まず、えー、今年のガーディアンの柳選手の方がグレード面は5高いです。でタイプは、えー、柳選手がスピード。 で、小柳選手がパワーということで、ちょっと差がありますで。あとはステータスなんですが、ここはだいぶ総合力開きがありますね。1000ぐらい違いますね。はい。まあ1000までいかないかな。百まあ八百870ぐらいかな。<laughs> だいぶ高いですね。やっぱ今年の方がね。うん。グレードも今年の方が高いからね。で、使用ステータス見ていくんですけど、えー、ディフェンチが1464。えー、これ柳選手ね。で、片谷、えー、小柳選手が1382。 で、スタミナが、柳選手が1077、えー、スタミナが882ということで、これ交代使わないんだったら、まあ、スタミナもね、ちょっと意識してほしいなと思います。まあ、基本のね、ディフェッチはね、まあ、総合力700の差に対しては、まあ少ない方ですよね、開きがね、80しかないっていうね。まあ、ただ、他のステータスとかは、まあ当然ね、柳選手が有利と言えるでしょう。はい、ということで、あとはスキル構成なんですが、柳選手がタクティカルインターセプトとハードタックルとフィード。で、柳選手がピンポイントタックルとインターセプト。はい。 チームスキルが柳選手がディフェンスゴールキーパーの全パラ強化 A ということで2パーアップね。で、柳選手、あ、ちゃちゃ、小柳選手が、えー、ディフェンスゴールキーパーパワー強化 B ということでね、パワーが2.5パーアップとなってます。で、ボナ戦がスタミナ20パーアッププラス EP30 パーアッププラスのダブルセンスが柳選手のガーディアンで、で、片や、えー、小柳選手はディフェンス20パーアッププラスとなっております。まあ、なので、このボナ戦を入れるとディフェチ的には小柳選手の方が高いんですよね。 うん。で、えー、スタミナね、ついてるんで、まぁ、あ、柳井選手はね、結構長く使いやすいタイプとなってますかね。はい。まあ、ボランチスタミナも大事なので、まあ、ここもいいと言えるでしょう。はい。ということで、この二人を比べていくときに、まあ、大事なこととしては、まずやっぱ、ボナ戦を含めた能力値というところで、今ちょっと触れましたけどね、ちょうどね。はい。ここは非常に大事になってくるかなと思います。まあ、やっぱりディフェッチ高い方が有利と言われるところでね、まあ、これ仮に、まあ、20%上がると、まあ27、80ぐらい上がるんかな。うん。 てことは、1650ぐらいまで行くんで、まあ、ディフェッチに関しても、ま、200ぐらい差が開いてしまうと。まあ、ただスタミナ値は柳選手の方がだいぶ開くということで、まあ、これ明らかになんですけれども、まあ、長く使いたいんだったら、ま、柳選手の方が有利かなと思いますが、まあ、局地的なディフェッチで言うと、小柳選手の方が高いんですよね。ということは、どうするべきかというところなんですが、まあ、これはもう状況次第ですよね。うん。やっぱ交代を、 うん、まあ、考えないんであれば、柳選手の方がちょっと使いやすさはあると思うし、やっぱり小柳選手はね、なかなかね、 よっぽど能力値が高くないと、まあ僕も使ってるんですけど、まあ持つには持つんですよね、ただね。意外と持ちます。あの、能力値強ければね、ディフェンス高ければ。意外と持つんですけれども、ただやっぱ後半はちょっと不安要素がどうしてもあるということで、まあそこはちょっとね、どうしても、まあ、ない選手を使うときは、まあ交代を特に考えないんであれば、まあやっぱり抱え込まないといけないし、まあ一番いいのはおそらく、まあ交換を、交換っていうか交代をしっかりと考えた上でね、 うん、まあ運用していくってなればこの小柳選手の方がちょっと有利だと思うんですよね個人的にはね。 ただ、柳選手に関しては交代役使えないときはこっちの方がちょっと有利かなというところで、まあ僕的にはね、これどっちがいいかというと、まあ、そうですね、交代を使うんであれば、小柳選手の方が個人的には印象はやっぱいいですね。フィードのありなしもそんな関係ないと思うんで、うん。まあ上位のね、二つ見ると、タクティカルインターの分ね、柳選手の方がね、上位ではあるんですけれども、まあここの差はそんなに大きくはないと思っていいんじゃないかなと思います。まあ両方ね、スキルとは,スキルはしっかりしているので、ここの差はそんなにないと思っていいとして、 ま、変えないんだったら、うん、柳選手でもありかなっていうね。はい、感じがしますけどね。僕的にはね。まあ、小柳選手とね、この、やっぱボナセンディフェは効きますね。うん、やっぱこれ入れるとだいぶ高いですからね。これがあるなしじゃ、やっぱだいぶ変わってくるので。まあ、あとは他のセンスとか、うん、まあ、キラーとか、そういうのでね、簡単に、 状況はひっくり返るので、よりね、あの仕上がりがいい方を、まあ、使うというのもありだと思います。まあ、単純にカードだけで見,けで見るんだったら、やっぱデュエッチ高い小柳選手がちょっと押しやすいのはあるかなというところですかね。はい。まあ、そんな感じでしょうか。<laughs> まあ、あとはどれぐらい仕上げれるかですよね。うん。だから、小柳選手をもともと使ってて、柳選手をじゃあこれから育てて入れ替えようかっていうところに関しては、僕はあんま賛成ではないかなというところがすべてかなと思います。 はい。じゃ続きまして、3パターン目見ていきましょう。こちらです。はい。えー、左が今年のレギュラー2023の杉岡大輝選手、えー。右が今年のスターターの佐々木翔選手。さあ、これどちらを、えー、サイドバックね、左サイドバックで使うべきですかという質問が来ましたので、これについてお答えしていきたいなと思います。じゃここも、えー、早速ね、ステータスを比べていきたいんですが、グレードはね、89と88ということで、杉岡選手が位置高いです。 で、タイプ名に関しては、えー、スタミナとテクニックでちょっとそれぞれ差がありますと。まあ差があるというか、まあスタミナの方がちょっとつ、まあ能力的には面白いかなっていう感じがしますかね。うん。で、えー、能力値比べたいんですが、総合値がま100ぐらいかな。100もないね。80ぐらいかな。差があります。で、えー、主要ステータス見ると、ディフェッチは、えー、佐々木翔選手の方が20高いかな。1415と1395です。 でスタミナ値は1125と、えー、1003で、えー、ここは杉岡選手の方が120ぐらいは高いと思ってください。で、続きまして、えー、スキル構成見ていくんですけど、杉岡選手がピンタクインターセプトしっかり持ってて、ここにフィードが A、B でついてきてる。で、片や佐,、えー、佐, <laughs> 佐々木翔選手は、えー、ピンポイントダックル、ヘディングクリア、パスカットということで、まあ、3種類ね、ちゃんと守備スキルを持ってると。ただ、まあ、下がしいスキルになってますということですね。うん。 でチームスキルは、えー、杉岡選手がディフェンスゴールキーパーディフェンス強化 B で、で、佐々木翔選手がディフェンスゴールキーパースタミナ強化 B ということで、まあ、これはどうなんかな、まあ、ディフェアがあった方がいいか。うん、まあ、そんな感じがしますね。で、えー、あと、ボナー戦はディフェンス20%アップ、20%アップ同士かな。はい、ここは一緒です。ということで、まあ、ディフェンス値にもね、そんなに差がなく、能力値の開きはそんなにないと思っていいですね。うん。 まあ今回のこの2人を比べる時の一番の、えー、差があるところとしては、まあ、やっぱスキル面かな。 うん。ピンタクインターセプト、片やね、まあ、杉岡選手がピンタクインターしっかり持ってて、まあ、ただ佐々木翔選手も別に負けてなくて、ピンタクヘディングクリアパスカットね。はい。これはね、まあね、それぞれにいいところと、ま、あ佐々木翔選手基準にしたら考えやすかったりはするんですけれども、これね、僕もサイドのヘディング使ってみました。まあどうだったかというと結構やっぱり印象はいいですね。うん。こ、ま、れ、あ、なんでかというと、特にね、いいなと思った場面は、 ま、相手の選手のフィードとか、ゴールキーパーからのキックに対しての、ま、ヘディングクリアの発動からカウンターに持っていける。まあ、カウンターというか、ま、高い位置でカットして、そこから攻撃につなげれるパターンが、ま、見えましたと。まあ、あとはそこで弾くことによっては守備にもなりますからね、当然ね。はい。これは非常に大きな要素だったんじゃないかなと思います。まあ、ただ、この佐々木翔選手で見ると、このパスカット C というところはやっぱりね、不安が残るというところで、それ以外のところの、そのスティール面に関してはちょっと怖さがあるというところが、ま、特徴なのかなと思います。 で、タックルは A タックルでしっかり持ってるんで、まあ、ここは、はい、不安ないかなと思います。で、まあ、杉岡選手の方はね、優等生タイプなんで、まあ、ピントワークインターって、まあ、なんとなく、はい、あのー、なんとなくもう想像がつくと思うんですけれども、ってなった時に、これ個人的にね、やっぱね、どっちが印象がいいかって言ったら、 佐々木翔選手の方かな。うん、これヘディングがね、やっぱね、結構最近トレンドチックになってきてるんじゃないかなと、個人的には思います。まあ、このヘディングを持ってるか持ってないかで、やっぱ守備の厚みが出る出ないの、ちょっと差になってきてるんじゃないかなと思うんですよね、最近やっててね。うん。やっぱヘディングがあればな。ヘディングスキルあればな。この言葉を結構やっぱ僕も、まあ、今センターバックね、ちょうどそこ、それこそ、 レギュラーの佐々木翔選手とか寄せたりとかしてますけれども、じゃあこれが全員にあったらなとか、やっぱ思うんですよね、どうしてもね。ってなると、このヘディングっていうのもね、もう結構無視できないぐらいにやっぱ普及してきてて、もう持ってるか持ってないかで、ちょっと有利不利みたいなのがどうしても出てきてるんじゃないかなと。まあこれはボレ、対ボレーとか対フラスルに関してもそうなんですけれども、しっかりと弾けるかどうかっていうところで、やっぱりちょっと変わってきてるような気がするんですよね。力の差とかがね。うーん。 ということで、まあ、個人的にこれどっちも優秀なんですが、僕は佐々木翔選手の方をちょっと押したいかなと思いましたね。うん。ただ、ここもね、まあ、そんなに大きな差があるかって言われると、まあ、正直ね、そんなに大きな差はないです。うん。ないので、まあ、例えばセンスとかキラーとかの仕上がり具合ではここを入れ替わる可能性が、ここで結構差がつくんだったら、まあ、当然入れ替わる差が、入れ替わる可能性がありますので、あくまでね、今回カードとして、カードのね、この表面上の、まあ、センスとかね、関係なしで見てるので、 まあそういった結果にはなりましたけど、まあ突き方とかによってはここね変わる可能性が十分にあるので、そこはちょっと気をつけてほしいなと思います。ということで、まあ印象はいいのは佐々木翔選手でしたがね、サイドバックのヘディングもまあ聞くときは聞くんで、まあ結構使ってみるとね、面白いのかなと思いますね。まあここはちょっと実感してもらうしかないのかなと思います。はい、ということで今回ね3パターン比べていきましたがいかがだったでしょうか。 まあ結構シンプルっちゃシンプルだったかなと思いますね、今回はね。まあそんなにまあなんか難しい話とかしてるわけではなく、まあ淡々と比べた上でね、まあ能力値とかスキル構成とか見た上で、まあどっちが印象がいいかとか、まあどっちが使いやすそうかなとか、そういった話をさせていただいた次第であります。まあこういうシンプルなものからね、結構やっぱね、比べるときに難しいものもあります、どうしてもね。 まあそういう回もあると思うんですけれども、まあ今回はね、よりね、あの、聞きやすかったんじゃないかなと思うし、あんまりこんがらがるようなね、話はしてないと思うので、まあ分かりやすかった方がね、多いんじゃないかなと思います。まあまたね、えー、こういった質問等をね、ありましたら、どっちの選手使ってないかちょっと分からないとかね、まあアドバイスが聞きたいということでありましたら、まあコメントのね、概要、あの、こちらの動画のコメントでもいいし、まあツイッターででもいいし、まあどこでもいいので、まあ、よかったら、えー、お聞きいただければなと思います。 では、今回のパート16どっちのカードでしょうは以上になります。ご視聴ありがとうございました。これにて失礼します。バイバイ